玉将、王将は、将棋の駒の種類の一つ。本将棋、平安将棋、平安大将棋、小将棋、中将棋、大将棋、天竺大将棋、大大将棋、大局将棋、摩下大々将棋に存在する。本将棋の玉将の動きは、チェスのキング、動物将棋のライオン、マークルックの君と同様の動きとなる。英語でも、キングと訳され、略語は K。 通称は、玉。本将棋の場合、次の自分の手違いで、相手の玉将を取れることが確定するとその時点で、勝利となる。またこのため、玉将を実際に取ることはせずに決着する。本将棋では、王手をかけられていて、それを放置した場合や、玉を敵駒の効いているマスに移動させた場合、また玉以外の駒を移動させた結果、玉が、敵の飛車、角行。 強者の危機にさらされるようにした場合は、大手放置の反則となる。したがって、玉将で敵駒を取る場合は、紐のない駒しか取れず、玉将で動きとしては、玉将の上位五冠である竜や馬を取る場合は、敵が直前に動かした竜や馬を取る場合しかあり得ず、また地玉で敵玉を大手することはできない。小将棋など、大使、または王子が登場する。 将棋類については、相手がこれらを盤面に有する場合、玉章にこれらを加えたうちの最後の一枚を詰めた時点で勝ちが決まるため、途中で玉章を取る場合も存在する。玉章における格言は非常に多いので、ここでは見事のみ取り上げる。玉の手筋としては、地玉が積み筋に入ったり、厳しい攻めが来たりする前にあらかじめ安全な場所に逃げる。 早逃げがまず上げられる。また相手の攻めが細い場合など、玉が周囲全方向に動けることを利用して、顔面受けといって、玉を直接受け駒として使って受けることもある。一方、玉は詰まされると負けなので、基本的には攻撃に用いるような駒ではない。ただ玉頭戦の長乱戦などで、両者の玉が一マス開けただけの至近距離となったような、 場合などは、一方の玉が、相手の玉の逃げ道を塞ぐという意味で攻撃駒の一つとなるケースも、稀にある。玉将は、歴史的には、チャトランガの王に相当する駒である。海外の将棋系ゲームでは、日本将棋の玉将に相当する位置に、チャトランガの王に相当する駒が配置されている。チェスでは、キング、シャンチーではショー、章、卒、チャンギではショ、章、 マークルックでは君が、将棋の玉将及びチャトランガの王に相当する子まであり、いずれも妻されると負けになる。将棋駒にはもともと玉将しかなかったようである。平安将棋には玉将はあるが、王将はない。また、11世紀半ばと推定され、最古の将棋駒とされる、幸福寺境内跡からの出土品には玉将が3枚含まれているが、 王将は含まれていない。しかし、自体の類似も、相まって、いつの間にか、王将も使うようになったと言われている。王将と玉将には、実質的には、違いはないが、天に二日なく、地に、二様なしとの言葉に基づき、王将は一枚とし、上位者が王将を使い、会社が玉将を使うのが慣例となっている。 爪将棋では玉将を用いるのが一般的で、総玉爪将棋の攻め方に王将を用いることがある。玉は金、銀、桂、甲などと同じように宝物の名称に基づくものである。よって意味からすると王将を王様というのは本来間違いである。しかし、チェスでは玉将に相当するのはキングであり、また王手とは言うが、玉手というと将棋とは、 無関係な別の意味になってしまう。反対に、符号は、一般的には、玉は、用いるが、王は用いない。そのため、玉章を表すのに、王と玉のどちらの言葉を使用しても問題ないと考えられ、問題にしている人も、ほとんどいない。駒の書体の表現においては、玉章と王章の違いは、通常は天の有無だけであるが、 中には明らかにそれだけの違いでないものもある。例えば、牧良子の玉章と王章は、天の有無以外にも、細部にわたり、表現の異が見られる。玉章の駒の表面。裏面には何も書かれていない。本将棋、小将棋、中将棋では玉、または王と略す。なることはできない。中将棋では、詰めますのではなく、これを取ると、勝ちになる。 聖句は、自在天皇。大使の聖語魔。なることはできない。ありがとうございます。